こんにちは、ベビチューブのエミです。動画で何度かお伝えさせてもらってますが、私現在2人目妊娠中です。ここで今回は1人目と2人目の妊娠中の違いについてご紹介していきたいなと思います。上の子は男の子で、2人目は今女の子を妊娠中なんですが、性別もね関係あると思うんですけど、私は1人目と2人目の妊娠中の違いを結構感じています。まずは座り、1人目の時は船酔いみたいな感じで吐くってことはなかったんですけど、匂いつわりと体のだるさを感じていました。2人目は匂いつわりと体のだるさと毎日のように吐いていました。1人目の時もつわりはきつかったんですけど、2人目はもっともっときつかったです。で、次の違いはお腹の出方。1人目の時は前向きにお腹が出ている感じだったんですけど、今はね横にも出てるっていうか、ただ横腹にお肉がついただけかもしれないんですけど、1人目の時とお腹の出方が違うかなって思います。で、最後は胎動。これはもう本当に違うなって感じるんですけど、今妊娠6ヶ月で少しずつ胎動を感じてるんですけど、1人目の時はもう5ヶ月入ってすぐぐらいから目で見てわかるような胎動を感じていました。胎動を感じる時期も1人目は5ヶ月、2人目は6ヶ月と違うんですけど、胎動のね強さも全く違います。同じ6ヶ月の時期でも1人目の時は連続でお腹をボコボコと蹴っている感じで痛かったんですけど、2人目はポッコンポッコンって感じで優しく蹴られているような感じで全く違います。妊娠6ヶ月の時点での違いはこんな感じです。7ヶ月8ヶ月ってなるにつれてまた違いが出てくるかもしれないんですけど、今はこんな感じです。他にも妊娠中こんな違いがあったよって方がいましたら、コメント欄からコメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。